こんばんは、平井博明です。今回はですね、リクエスト動画で自宅でできる練習方法などあったら紹介してくださいということだったので、いくつか紹介していきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。確かに今車離れとかですね、いろいろ練習に行く手段がない方って結構いらっしゃるんで、家でも練習に行ったぐらいの効果がある方法をいくつか言っていきます。まず1つ目、クラブを肩にこうやって乗せて担いでください。こうやって担いでアドレスの前傾姿勢を取ります。したら90度にストレッチ感覚でゆっくり回す。これめちゃくちゃ大事。どんな効果で？これはね、肩回転を良くする、しやすくする。でどうしても肩回転が浅いと胸を潰しちゃうんだよね、こうやって。そういう動きってスイングで良くないから、常に体の正面にクラブがなきゃいけないって言うんだったら、こうやって肩回転を加えてあげる。そう、これが大事。その時のポイントは、なるべく腰の回転を自分から加えない。肩を回転して下が辛くなったから回してあげるぐらいの感覚、これが大事。こういうことね。全く動かなかったら多分45度ぐらいしか回んないから、90度まで回すために下をちょっと付け足してあげるよっていう意識、これが大事。もう一つポイントは、これをやるときにお尻を壁にくっつけてあげる。そうすると動いてるか動いてないか分かるじゃん。右のお尻が外れた、左のお尻が外れたってなるから、あまり外れすぎない方がいい。ちょっと触れてるぐらい、こうやってがいいんだよね。こう完全に外れたっていうと完全に回ってるから、それが良くない。それがまず練習方法1ね。2つ目は、これぐらいのボールでもカゴでも何でもいいんで、ワイドスタンスにして膝を少し伸ばして前傾を深くする。90度近く曲げて、そのさっき言ったこのなんか物を持って、これもこうやって回すんだけど、これは回す練習じゃなくて股関節に入れる練習。こうやって、そう、こうやって、これもゆっくり、こういう重いものの方がいいな。背筋の使い方、背中の使い方も分かるから。持たなくてもいいんだけど、クラブでもいいのよ。クラブこうやって待って、こうやってやるでもいいんだけど、どうせやるんだったらここもやりたいのよ。そのために一番いいのはメディシンボールね、重いやつ、あれが一番いいかな。でもそれみんなあるわけじゃないから、それだったら別になんかカゴでもボールでもいいんで、持ってこうやって、こう、あんまりこう喋れない方がいいんでね。こうきつい、こうやって練習、ここの入れ替え、こっちとこっちの入れ替えをやる。あとはバックスイングの右膝だけ、ボール打たないから意識できると思うんだけど、右膝の位置を絶対変えない。こういう練習、こういう右内ももに体重かけるイメージね。こうやってグッと、その時もクラブ担いでもらって、こういう膝を動かさない、こういう練習。そうこれめちゃくちゃ大事で、それやったら左側もこうやってやってあげて、こうやって左膝を動かさないでこうやって入れてあげる。こういう練習、これは多少スピードは速くてもいいと思う。そうするとね、すごく体の動きっていうのがスイングした時にスムーズになってくる。やるだけで効果が出てくるんで、なんでお前さっきからクラブばっか担いでんだよって思ってる方もいるかもしれないけど、危ないから、家の中で振ったら、だから単純に担いでる意識もできるしね、こう猫背になったりしないから。そう、ちゃんと担ぐと手が後ろくるから、ちゃんと背筋も張れるし、こういうアドレス、こういう意識でこうやって振れるから、その意識は大事。あとはね、うちわの面意識、うちわじゃなくてもいいんだけど、面を意識できるものがあったらすごい。それでこれがまあうちわだとしたら、こういうふうに右手で持ってもらって、それでこれを絶対地面と垂直、こうやって常にこうやって、こうやってずっと垂直立ってる、面がずっと立ってる。そしたら右手なり左手なりの動きがめちゃくちゃ綺麗だから。それはゆっくりでも今ぐらい、ゆっくりでいい、確認しながらでいい。そうで、例えばこうやって、それがなんとなく使い方自体が分かってきたら、次はなんとなくボール周辺を見ている感じで、できればカメラでスイング自体を撮ってもらって、その面が意識できる枠で撮ってもらって、それで見ないでこうやって振って立ってるかどうかの確認、使い方の確認ねをした方がいい。それはやってる時にさ、ここでね、いいするようになるんだろう。なる、絶対なる。ここの置き方だから、こうやって使い方、こうやってなる。したらね、手のひらに集中するから、意識がね。そうすると握っても手のひらの面をすごい意識するから、その手のひらの面を、で、そう、感覚が出てくる。で、今ちょっと例えば遅れたなって言ったら、こうやってちょっと捕まえてあげる。
そうするとその面の向き度合いをインパクトで調整できるようになってくるから、それはねすげえ大事。例えば遅らして遅らして遅らしてって言っていきなりインパクトのところでパンってフリップする動作なんかも要はためだよね。それもできるようになってくる。インパクトには間に合わせなきゃいけないけど、でも遅らしてフリップさせて球の弾き感を強くしたい時なんかに全然使えてくるんだよね。それは意識できてるからできることなんだけど、だからそれを普段からやってあげる。何もしないで普通に打つ時も意識して打ってあげれば、やった時もやらない時も意識はできるようになるから、それはね最初ゆっくりでもいい、何かを持ってやってもいいし、でそれができてきたら今みたいに普通にショットを打って取り入れた方がいい。グリップした時に右手の平の向きって大事ですよってことをもっと意識した方がいいかもしれない。それだけで全然感覚って変わるから。そうするとこのこうやってまっすぐこうやって出そうとするんだよね。こうやってそうするとどこでもゼロだから、それが使えるようになってくるから、その動きをね意識した方がいい。どのぐらいで効果感じられるんだろう。人によるか。早い人で1球目からできるから。そうなの。そうよ、意識してるかどうかだから。意識してない人だったら、もしかしたら感覚が鋭い人だったら1球目からいいっていう人もいる。あ、今まで全くやってないです、ね、そう全くやってない、うん、ラケット使ってた人なんかは多分鋭いかもしれないよね。あ、なんとなく感覚が。そう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 、面を使うから、うん、こうやってこの感じよね。そう、それがやっぱりイメージはしやすいと思う。ロフトがね0度じゃないからイメージしづらい方ももちろんいるけど、これがパターンみたいに立ってたら意外とこうやって意識しやすいかもしれないしね。だからイメージ作りが大事で。じゃあ、あの100均で売ってるバドミントンのラケットとかでもいい。全然いい。あれ全然いい。100均のうちわでもいいし、アイドル用のうちわとかでもいいし、ラケットでもいい。ラケットだったら2つついてるかもしれないしね。あれだったらね両手にこうやって持ってこうやって、うん、最近ね、うちの娘がね、うん、ハマリバーグマジ、うん、最近でこの前買ってきてたわ、うん、ない人は貸します。優しい俺ちょっと違う話していい俺高校寮だったじゃない。そう、そうバドミントン部いた、うん、でラケットこうやって持ってトレーニングつってこうやってやってたのラケット、うん、それの速さが、うん、俺何振ってんのかなと思って、用事振ってんのかなぐらい速かったの。ここ触らせてもらったの、うん、石じゃねえなと思って、もうね速さがね何も持ってないより速いんじゃないかぐらい速かった。嘘、めっちゃ速かった。音がだって俺がこうやってやったぐらいの音だもん。これなのにこれだけ。嘘でしょ。ほんとやばかった。本気でやばかった。すごいね、うん、あんな速く動けんだ。じゃあすごいんだ。そう、何十往復かして、うん、でその後ここ触らせてもらったの、うん、半端じゃない硬かった。手首が、うん、手首硬い。そう、手首が一番硬かった。手首じゃないからね手首使うんだと思ってそう、だって手首で動かしてんだもんね。手首で動かしてるのにここパンパンだから、すごいでしょね。そう、そうだから、それぐらい面を使うっていうのはすごい大事。意識することはね、あとは単純にパターよね。パターマットで1メーター半から2メーターぐらいを10球とか連続で入れないと次のやりたいことができない。例えばご飯食べれないとか、お風呂入れないとか、寝れない、ああいうのを、だからその3つで30球でいいよね。10、10、10で。それめちゃくちゃ大事。やっぱ練習ってプレッシャーないじゃない。プレッシャーかけてあげることは大事よね。ただちょっと頑張ればクリアできるプレッシャーが一番いいの。1メーター半が入んなかったら1メーターでいいのよ。そのやり遂げることをやった方がいい。1メーターは入ると思う。10球パターマットだったら。あれ何メーターから一気に下がるんだっけ。1メーター50以上パーセンテージが相当下がる。そうだよね。そうだから 1.5 メーターってめちゃくちゃ大事なんだよね。じゃあ 1.5 ずっとやった方がいいんだ。できれば。そうだから俺おすすめなのは藤田さんいるでしょ。藤田さんの藤田マットってあるの。あれめっちゃおすすめ。カップも小さいし、ちょうど 1.5 メーターから打てるようになってる。あれいいよ。ちょっと登録に買ってもらおう今度そうだね。そう、そう、あれいいんだよね。あとは何を自分が練習したいか、練習場に来て、例えばドライバー練習したいんだったらやっぱり家の中でっていうのは難しいじゃない。だから体の動きがメインになっちゃうんでね。自分はどういう動きでドライバー打ってるかを確認する練習が大事よ。で例えばアイアンだったらサンドウィッチのリフティングとかやるといい。ボールを拾うタイミングなの。あれもねタイミング合わなかったら弾まないから、ずっと。だからそういうタイミングを取る練習も大事。でまあ、パターだったらヒットする練習で、意外とパターって大事にいきたいじゃない。入れたくなるからこうやってストロークする人が多いのよ。やっぱパターもやっぱヒットしなきゃダメだから、ちゃんとヘッドでポンってボールをポンって打たなきゃいけない。そういう練習、距離関係なくヒットをする練習をした方がいい。撫でちゃダメ、撫でちゃダメ。
ゴロ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 ってやっちゃダメだから、押しちゃダメだ、押しちゃダメ、ちゃんとこうポンと打って50センチでも30センチでも絶対ヒット、それは大事。そういう練習方法を家でやるだけで全然変わるよね。本当に何もしなくてもこうやってクラブをこうやって握るだけで違うから、だからそういうクラブから離れないことが大事だから、もちろん触れるスペースがあれば一番いいんだけど、触れない場所なんかだったらやっぱこうやってグッとこう回転をゆっくりね、これグッと振ったら危ないから体が壊しちゃうから、こうゆっくりストレッチ感覚でこうやってグーッとねじってあげる練習、それだけでも全然違う。あとは500のペットボトルでも1キロのなんかでもいいから、常にこうやってここ手首をこうやって鍛えとく、こうやって、そう、それは大事。やっぱインパクト負けするからね、やっぱインパクトで強いのはやっぱ手首が大事だから、やっぱここをねこうやってやってあげるとね全然違うから、ラフとかね、だからドライバーなんかもそうだけど、手打ちに有効有効だから、そこはまあトレーニングも含めて家でやっていただいた方がいいと思います。これはあの体で打つからじゃあやんなくて、手首はね、そうだね、そうだね、だからあのこうなんかゴムチューブみたいなのをこうやってやった方がいいかもしれない。もう俺はもう全然テレビ見ながらこうやってこうやってやってればいいんだから、そうそうそう、こうやってずっとこうやって、そうそう、ゴムチューブ、ゴムチューブをねこうやってやってればいいんだ、そう。でも本当家でいろんなことできます。何やらなきゃっていうよりはこれスイングに使えそうだなとか、そういうものが結構あるんで、探してやってみるだけで全然効果ってあると思うんですよ。なんでいろいろ試してみた方がいいですね。はい、今回はリクエスト動画ですね、家でできる練習方法などを紹介していきました。参考になりましたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ちなみに俺の娘は手首どこか知ってるからね。知ってる。あの動画は俺涙出ちゃう、本当にめっちゃくちゃ可愛かった、あれ縄跳びだっけ、縄跳びそう、あれいいわ、こうやって回すのね、うん、なんだっけ、いっぱい飛んで手首疲れた、どこが痛くなったんだっけ、ここっつって、そうで手首動かしてたらそこ痛くなったんだよね、そうじゃあ手首どこなのここ、それ動画撮ってね、開きに送ったんだよね、そう、もうね、スーパー英才教育受けれると思ってめっちゃ良かったあれ、はい、動画の方ですね、以上になります。ご視聴ありがとうございました。